皆さんこんにちは、ペレディスターザワです。今回は久々にパリサンジェルマンフランス代表のエンバペの、去就の最新情報をお伝えしたいと思います。本日7月29日、マルカ紙がこのような、一面を出しました。ソロファルタフィファールエルプレシオということで、まあ、エンバペとレアルマドリード、まあ、レアルマドリー移籍に向けて、もうあとは残されたのは値段の決定だけだというような見出しになっております。かいつまんで話をすると、とうとうパリ・サンジェルマン、エンバペの、放出売却に向けて、まあ、値段設定をしましたと。パリが希望するのが、2億5000万ユーロということで、とうとうエンバペの、売却に向けた値段をしっかりと設定したというような話でして、まあ、ただ、さすがにね、残存1年ですから、まあ、来年の、1月になったタイミングで残り半年になると、まあ、フリーで、どのクラブとも交渉できますし、まあ、あと1年、パリに在籍すると、まあ、0ユーロで、0円で獲得できるフリートランスファーになる選手ですので、エンバペといえども少なくとも、ヨーロッパのビッグクラブで、まあ、今の段階で2億5000万ユーロもの移籍金を積むクラブは、まあ、間違いなくないと思いますし、レアルマドリーもとんでもありませんということで、さすがにその値段を出すことはないと思いますけれども、まあ、マルカの紙面によるとパリとしては、まあ、2.5 億ユーロの値段が、つかないとしても最低でも、自分たちが2017年バルセロナの、ネイマールを売買バウト満額を払って2億2220万ユーロを、ね、支払って、獲得したこれまでの、史上最高額を上回る移籍金を出してもらえれば、まあ言ったら、2億2500万ユーロをね、レアルマドリーが用意してくれたら出しますよというような、非常に、レアルマドリー移籍に秒読みですみたいな、また、夏の風物詩的な、記事になっております。エンバペの現状を整理すると、まあ現在パリサンジェルマンチームは日本で、ツアーをね、昨日2試合目のセレッソ戦を戦いましたし、まあ、8月1日にはインテル戦を控えておりますので、絶賛、まあ、プレシーズンも兼ねての日本ツアー真っ只中でありますけれども、周知の通り日本ツアーのメンバー、遠征メンバーには入りませんで、パリ、フランスに残ってトレーニングを積んでおりますけれども、まあ、戦力外というよりも、まあね、契約延長しないのであれば、そういう形でチームから、少し外しますよというようなプレッシャーをね、かける目的での、今回の来日メンバー外となっておりますけれども、まあ、ここで大事なのはエンバペの、ね、本心、それから発言だと思いますけれども、まあ、これまで公で、エンバペが発言したところは、まあ、唯一、あと1年パリ・サンジェルマンでしっかりとプレーしますというような、意思表示でしたので、まあ、本当に、この夏のタイミングで、パリが売却をするとか、まあ、レアル・マドリードに移籍をするのであれば、少なくともエンバペ本人がこの夏のタイミングで出ていきたい、レアル・マドリードに移籍したいと、言わない限り物事は動かないんじゃないかなと個人的には予想しております。まあ、少し前といいますか、今週に関して言うと、とうとうエンバペに対してもサウジアラビアから巨額のオファーが届いたようですし、まあ、そのオファーの額がまたね、まあ、桁違いというか、もうね、一線を超えまくってる額でしたので、まあ、パリ・サンジェルマンに接近として3億ユーロ、そしてエンバペにね、年俸7億ユーロ。まあ、これは単純に選手としての年俸のみならず、サウジアラビアが国として、ね、こうアンバサダー的に親善大使的に、まあ、彼の肖像権を使いたいというね、そこも込みでの、7億ユーロということで、まあ、ただ個人的には1年で7億ユーロ稼げるのであれば、まあ、1年ね、サウジアラビアでプレーをして、まあ、それで、レアルマドリーに移籍すればいいんじゃないかなと個人的には思ってましたが、まあ、どうやら、サウジアラビアのオファーは突っ跳ねたというよりも、ね、交渉のテーブルにもつかなかったようですので、まあ、さすがに、お金目的でのサウジ移籍はないようですし、まあ、エンバペ自身としてはやはり、チャンピオンズリーグを取りたいと、より高いレベルでコンペティティブな、チームで、プレーをしたいということのようですから、まあそれであればある程度ね、お金お金ではなくて、お金を捨てて、自分の夢や希望を叶える必要がありますので、まあこれはね、選手本人ではないと思いますけれども、まあエンバペの取り巻きのところ、お母さんも含めて、エージェントやね、取り巻きのところがあまり、ね、サインオンフィーとか、ロイヤリティボーナスとかいったお金を要求しすぎない方が、まあね、お金を要求しすぎるとレアルマドリー移籍も、ね、こううまくいかないと思いますし、まあ当然ながら、パリサンジェルマン以上にエンバペにいい条件を出せる、ヨーロッパのクラブはないと思いますので、まあお金が欲しいのであれば、パリサンジェルマンに留まってもらって、まあそしてね、あと1年契約をしっかりと、全うしてもらって、フリーで、来年の夏に移籍をすればいいんじゃないかなと個人的には思っておりますけれども、
まあ、この夏にレアルマドリー移籍は、未だにかなり難しいと、思って見てますので、まあ、今のところ、チームとしてもアンチェロッティ監督としてもエムバペ抜きで、ね、ベンゼマの抜けたキューバのね、補強なしでの、まあ、システムや戦い方をね、今アメリカのツアーで模索していますので、まあ、その中でも 4-4-2、中盤トップ下にベリンガムを入れて、ロドリゴ・ビニシウスの2トップというところで言うとうまく機能しそうだなというような、予感も2試合で見せておりますので、まあ、無理にエンバペを取りに行かなくても少なくとも残存1年のエンバペに対して2億ユーロ以上積む必要は全くないかなと、思いますので、まあ、これまでの2年でことごとくパリやエンバペに翻弄されてきたレアルマドリですので、まあ、無理に動かずに平じっと、パリにね逆に慌てふためかせるぐらいの、交渉術が求められるのかなと思ってますので、まあ、個人的には 1.5 億ユーロぐらい、まで移籍金が下がらない限りはレアルマドリー取る必要ないんじゃないかなと思っております。まあ、一方マルカでも、ちらっとね一面で出ておりましたけれども、そのエンバペ騒動の渦中にありますパリサンジェルマン、エンバペがね抜けることを想定して、まあ、エンバペの代わりになるようなビッグネームを取りましょうということで水面下ですでに動き始めているようですので、まあ、そこで白羽の矢が立ったのがバルセロナのデンベレということで、まあ、デンベレに関しては去年、バルセロナとの契約延長をしましたけれども、なかなかね、財政的に難しい状況下で、バルセロナの条件を、ある程度飲んだ、デンベレですので、まあ、特に代理人の武蔵そこ側は、まあ、その契約延長に際してのコミッションをどうやら受け取らなかったと、まあ、その代わりにデンベレの契約解除金バイアウトの額を、まあ、この7月31日までに限っては5000万ユーロという破格の安さに、低価格に設定しているようですので、まあ、そこにパリサンジェルマンも目をつけて、7月いっぱいであれば、パリサンジェルマン5000万ユーロを用意すれば、そしてデンベレ側とね合意すれば、バルセロナからデンベレを強奪できるということで、まあ、残り3日ぐらいなので、おそらく実現しないオペレーションかとは思いますけれども、まあ、同じく今朝のムンドデポルティーボでもやはり、デンベレのね、去就が一気に注目を浴びるようになってきておりますので、まあ、こういった一面が出ておりますけれども、まあ、もしかすると大きな玉突き遺跡が、トントンと、あるかもしれないなということで、まあ、本当にね、7月末、8月にかけては、まあ、リミットのね、7月31日というところで言うと注目されるかなと、個人的には思っております。まあ、あとデンベレのみならず、パリサンジェルマンに関して言うとバルセロナのペドリにも興味を示しているというような話がありますけれども、まあ、これは完全に飛ばし記事でしょうということで、まあ、というのも、バルセロナとペドリの契約のバイアウト契約解除金に関して言うと10億ユーロですので、まあ、それをね、満額で用意しない限りは、実現しませんし、さすがのパリサンジェルマンといえども、10億ユーロをね、一人の選手に用意をして獲得することはないでしょうし、サウジアラビアであってもさすがにその額は一人の選手に用意できないでしょうから、まあ、ただエンバペにね3億ユーロの移籍金と7億ユーロの年俸を積んだということであれば、可能性はあるかもしれませんけれども、パリ移籍に関して言うとペドリはさすがにないでしょうということで、まあ、バルセロナ、クレの皆さん心配する必要はないと思いますけれども、まあ、ただ、エンバペほどの選手が、動くぞと、なった時にはいろんなビッグネームが、それにね追随する形で、玉突き移籍の可能性が出てくるということは間違いないと思いますので、まあ、今後も、エンバペのね、騒動は続いていくと思いますし、まあ、夏の風物として、まあ、なかなかもう開幕2週間前に、各国リーグなってきてますので、このタイミングでビッグディールは、成立しにくいと思いますので、まあ、さすがにエンバペの、移籍に関してもないと思いますけれども、まあ、ただ移籍があるかもよと、いうことをね、連日報道できるという意味ではメディアにとっては、エンバペ様ありがとうございますというような形だと思いますので、まあ、メディア的には連日、何かしらね、ネタにできる方が、記事にできる方が美味しいと、いう思惑もあるかと思いますので、まあ、エンバペ自身が沈黙を貫いている中で、ね、周囲だけが、騒がしくなっている現状ですけれども、まあ、今しばらくこの状況が続くのかなというような予想も持っております。まあ、そうした中、レアルマドリー、バルセロナの2強が、いきなりね、このタイミングでもう夏の恒例になりましたけれども、アメリカツアーサッカーチャンピオンズツアーのエルクラシコ、本日、まあ、日本時間は、明日30日日曜の早朝6時、キックオフとなりますけれども、まあ、アメリカのダラスで、エルクラシコがマッチメイクされております。まあ、今朝の明日に関しては、まあ、そのね、エルクラシコに一番焦点を当ててということで、まあ、特に、マドリーのベリンガム、そしてバルセロナのギュンドアンを、新加入のね、2人を使いながら、まあ、一面トップの記事を作っておりましたので、こちらの試合ですけれども、ダゾンで、配信がございまして、私中継の解説を実況桑原さんと共に担当しますので、ライブあるいは見逃し配信でぜひ、ご覧いただければと思います。まあ、アメリカでのツアーの、プレシーズンマッチいくつか見てますけれども、非常に
レベルが高いなと、かなりね仕上がりが、早いな各チームと思って見ておりますし、まあ唯一ね、ちょっとピッチコンディションが、芝のコンディションが、気になるところですので、まあこのエルクラシコに関してもね、ピッチコンディションが、ある程度ねいい状態で、怪我なく、終えることができればいいかなと、思って、中継を担当したいと思いますけれども、間違いなくエルクラシコですから激しい、バチバチ感のある試合になると思いますので、まあ日本でもいろんなビッグクラブが来日をして、連日のようにビッグマッチが行われておりますけれども、日本時間明日早朝に、ございます。エルクラシコも忘れなくということで宣伝させていただきます。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ワサラプロキシマ。